4月28日、馬崎レンタサイクルがスタートしました。これは馬崎町の地域活性化の活動として、馬崎町内を気軽に散策してもらえるよう始まったものです。この日はエミフル馬崎内のスポーツサイクル専門店ワイズロードでオープニングイベントとしてレンタサイクルの紹介や乗車体験が行われました。じゃあ行きます。後ろコントロールします。はい、タンデム自転車出ます。はい、お願いします。馬崎町に住まわれている高齢者の方とか、もう運転免許を例えば返納された方とかにはですね、ぜひともあの電動自転車最新のモデルご用意させていただきましたので、それの、快適さを味わっていただければ新しい驚きを得られるかなと思いますので、自走が不可になった場合に自転車を、専門の業者が回収しに来ていただくというサービスも用意させていただいておりますので、あの乗り方もスタッフがあのご一緒にご案内させていただきますので、あの全然乗ったことない方気軽にあの乗っていただければと思います。馬崎町に住まれる方、ぜひ乗っていただいて改めて自分の町のいいところを発見していただければと思います。はい、いらっしゃい。おー、後ろから押されてるような加速感が楽しかったですね。はあ、気持ちよかったです。昔々乗って、最近ずっと乗ってなかったんで、すごくね、風がよく感じました。はい、こうやってですね、自転車を通して街を見てほしい、で地域とつながってほしいっていう、こういう仕組みができていくのはすごくいいなって思います。はい、やっぱりね、よそから来た人がちょっと自転車を借りて、ね、あの車よりもゆっくり、歩くよりも遠くに行ける、このツールを使って、ね、よりこの地域の魅力っていうのを感じてもらえる、うん、それがね、このエミフルマサキのこのワイズロードさんから始まっていくっていうのはすごく面白いなと思います。このマサキレンタサイクルでは、クロスバイク、電動自転車、タンデム自転車など合わせて17台の中から選ぶことができます。皆さんもまだ乗ったことのない自転車でマサキ町内のサイクリングを楽しんでみてはいかがでしょうか。